兄と幼馴染の結婚、新たな仲間の協力、嬉しいことの連続は大きな困難の前触れ。舞い上がれ。ハレトとクルミは結婚しました。よかったですね。あんなに尖っていたハレトが素直にプロポーズをしたというのは、クルミのおかげということもありますよね。クルミのまっすぐな心がハレトに深く刺さったのでしょう。本当に良かったです。そして前の方も新しい人、大きな力と言ってもいいのでしょう。国内トップクラスの重工業メーカーの重役、荒金さんが協力してくれることになりました。舞と出会うほとんどの人は彼女に力を貸してくれる。舞に備わっている一番の才能は努力すること、諦めないことよりも、もしかしたら人を引き寄せる才能なのかもしれません。しかし、そんな舞でもどうしようもない時代に突入していきました。第124話のお話は、たかしは見失った自分を取り戻すため、ヤギに会いにパリに行ったのだが、パリは2020年3月、新型コロナウイルスの感染拡大でロックダウンとなってしまった。そんなたかしは、ヤギの部屋で一人、夜空を見上げながら、舞や歩みに会えない寂しさを噛みしめていた。そして、同じく2020年4月、日本でも緊急事態宣言が出され、お好み焼きや梅津は休業、岩倉は従業員の出勤を曜日交代制にすると決め、会社経営に大きな制限がかかる。そんな中、空飛ぶ車を開発中のアビキルでも、今後の対応策を会議で決めることとなり、第124話はこのようなお話になるようです。今はもう収まりつつあるのですが、2020年の4月はこの時代の始まりでしたね。いろいろなところで混乱し始めていました。まだ記憶にも新しいものだと思います。梅津のような飲食関係、舞のような工場などの関係者、旅行関係、学校や福祉関係、そしてくるみのような医療関係。特にどこが一番大変だったというわけではなく、日本全体、世界全体、すべてが大変な時代に突入し始めていました。そんな時代を舞たちはこれから迎えようとしています。第123話では、久しぶりに長崎から帰ってきたくるみにサプライズが。ハレトの告白はいつも突然すぎて驚きます。教師としてのキャリアアップを目指して頑張る彼女ですが、ハルトと会えないことは寂しく思うのでしょう。野生のイルカいつ見に行くん？彼女が話していたのは長崎で見られる野生のイルカのことかも。長崎県の島原では野生のイルカを見ることができます。イルカウォッチングは一年を通して行われていて、かなりの確率で野生のイルカに出会えるということ。彼と長崎で会えるのを楽しみにしていた彼女は、予定が流れてしまい、がっかりした様子でした。一人でも楽しめるから。それでも強がるところが彼女らしいです。どうせ人間なんかは、一人で生まれて一人で死んでいくねん。そう答える彼も彼女と似て強がりなのかも。普段は素っ気ない態度の彼ですが、
くるみとのことは真剣に考えていました。ハルトは誠実な人ですが、それを素直に出さないところがあります。長い人生、50年くらいは、二人で生きるのも悪くないかもな。彼が自分の本音を言うのは、本気で勝負するつもりでしょう。くるみは彼の本気を感じたようでした。一緒に生きていきたい。結婚しよう。ハルトがくるみに渡した指輪には、大粒のダイヤが光っています。どのくらい前から用意していたのか。彼はしっかりプロポーズの準備をしていたのですね。ずるいね、こんな時だけ直球って。うんって言うしかないやんか。彼女は嬉しいのに、つい文句が出てしまいます。互いに素直になれない部分があり、二人はよく似ている。自分のことより、吉春さんを優先させてきたくるみ。家族を心配していても、いつも素っ気ない態度のハルト。そうして生きてきた二人だからこそ、分かり合えることもある。理解し合える二人は、一緒にいると安心なのでしょう。ハルトとくるみは、結婚の報告をするため、ノーサイドに行きます。みちこさんは二人の様子を見て、何があったか気づいたようでした。よしはるさんはやはり泣いていましたね。くるみに苦労をかけていた分、様々な感情が湧き上がったようです。それを見たくるみも泣いていました。そして、泣いている彼女を抱きしめるみちこさんは母親らしかった。温かさが感じられる場面に感動してしまいました。ハルトはくるみとの結婚をめぐみさんにも報告しました。おめでとう、くるみちゃん、ありがとう。めぐみさんの驚いたような表情が面白かったです。こんな素直でない息子を選んでくれてありがとうという感じがしました。ハルトは彼女が仕事を続けられるよう、長崎での生活を選んだのですね。現実的な彼は、頼れる旦那さんになりそうです。苦労してきたくるみを応援している人は多いでしょう。翔子さんとめぐみさんが五島に帰ることになれば、距離も近いので安心かもしれません。一方、舞たちは空飛ぶ車の有人飛行を実現させるため頑張っています。アビキルでは、アビキュラ2号の有人飛行の実験中でした。倉庫の中での飛行試験はしていますが、屋外の飛行試験は航空局の許可が必要。航空局の許可を得るには、安全性を証明するデータを提出しなければなりません。朝日くんがデータの整理を手伝っていますが、屋外飛行はまだ無理そうです。アビキュラ2号が屋外飛行で安全を検証することができれば、次は型式証明を取得しなければなりません。型式証明の取得はハードルが高そうです。アビキュラ2号は空飛ぶ車という今までになかったもの。審査する側も前例がないものにはデータがないので安全の確認ができにくいのかもしれません。型式証明の取得には新型の旅客機でも数年かかる場合があり、舞もそれを考えたのでしょうね。彼女が航空機産業セミナーで知り合った荒金さん。大手重工業、菱崎重工の重役である彼なら、型式証明についてよく知っていると思いついたのですね。コウタさんの後輩だった彼は、昔、
日本製の航空機の製造が夢でした。私はね、今、年がいもなくワクワクしていますよ。荒金さんはとても嬉しそうに協力を申し出てくれました。舞たちの夢にまた新たな仲間が加わりました。たかしがフランスに旅立ってからも舞は忙しそうですが、一人になると彼がどうしているか気にしている様子。彼が悩んでいるので舞は連絡することも控えています。ハルトとクルミの結婚が決まらなければ彼女はメールさえしなかったのでしょう。新型コロナウイルスの感染でパリはロックダウンになり、タカシが帰国できるか心配になる舞。早く帰ってきてほしい。メールの文字を消してしまった彼女はまた本音を隠します。互いを気にかけるあまり本当のことが言えないタカシと舞。二人が早く会える日が来るといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。